ちは、カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日は、2020年を振り返ってということで、12月らしい話をしてみたいと思います。で、僕自身にとっては、3月に、高酸急性消化管疾患っていうのの発作が起こって分かったんですけれども、病気が見つかってしまって、それからは闘病生活みたいな形で結構病気の1年だったのかなっていう気がします。であとは世の中を見るとやっぱりコロナウイルスが2月頃だったかな、日本は始まって、もうそれからずっとコロナウイルスとの付き合いみたいな状態ですよね。なので結構皆さんにとっても変化が大きかった1年なんじゃないかなと思います。でその中で去年末、毎年僕目標を立てるんですけども、立てた目標が YouTube を1年間続けるっていうことだったので、9月末から YouTube に動画をアップし始めたので、今が12月もう半ばですから、それを目標っていうのは達成することができました。もう1年間なのでずっと毎日1本ずつ以上は動画をアップし続けるっていうのを達成できたので、来年はどうしようかなと思うんですよね。で YouTube 自体は続けていこうかなと思うんですけども、目標っていう風になると今度は今まで YouTube に関しては、質より量っていう形で毎日上げるっていうのを目標にしていたので、今度はどんな動画を作っていくのかっていうのをだんだん考えていこうとは思ってるんですけども、なかなか答えが出てこなくてですね。なのでいろんな人の動画を今度は見てみようかなっていう感じですね。で正直に言うと僕自身YouTube で動画を見るとはほとんどないんですよね。なのでアップするばっかりで人の動画を見るっていうことをほとんどしてこなかったので、今度はそういった勉強みたいなものを今度1年間してみようかなと思います。なので編集だったりだとか、編集ですよね。どんな風な動画を作っていくか、あとは内容もそうですよね。こういった話の内容もそうですし、車の動画もそうなんですけども、どういった内容の動画を作っていくかっていうのを1年間を通して考えていけたらなと思っています。なので来年の今頃はね、少しコロナウイルスも落ち着いて、でみんなの生活が元に戻るっていうことはないんでしょうけれども、落ち着いてきてある程度人が動けるような状態になっていて、で僕自身も病気が少し落ち着いて仕事に復帰していてみたいな形で生活が元に戻るっていうのは新たに作らなければいけないんでしょうけれども、落ち着くっていうのは一つ大事なことだと思いますので、生活が少し落ち着いていればいいなっていうのと、あとは YouTube にアップする動画の質が上がっていればいいなっていうのと、この2点ぐらいかな、ちょっと頑張ってみようかなと思います。なので今まで結構いろいろ目標を立ててきたんですよ。1年間1ヶ月10冊以上本を読むとかっていうのもしましたし、あとは何したかな、結構それが多かったかな。1年間毎月10冊以上本を読むっていうのを2年か3年続けたんですよね。なのでそこでインプットをたくさんして、インプットとアウトプットのただバランスが悪くなっちゃったんですよね。なのでアウトプットを頑張って続けるっていう形でブログを始めたりだとか、で今回みたいに YouTube を始めたりだとかっていう形で、インプットとアウトプットのバランスっていうのが今はですね、どちらかというとアウトプット側に偏っている気がするんですけども、個人的には一時インプットをしてしまったら、あとはインプットの量よりもアウトプットの量を増やしていった方が自分自身を磨く機会っていうのが増えるのかなと思っているので、今はこのぐらいのバランスなので、1ヶ月に2、3冊、4、5冊本を読みながらアウトプットを毎日ずっと続けていくというぐらいがちょうどいいのかなと思っているので、ペース自体は今のまま続けていこうと思いますので、動画の本数っていうよりは、質を上げていくっていう形になると、例えば2日に1本とか1日に1本みたいな形で動画の数を減らしながらでも、どんな動画を作っていくのかっていうのもちょっと勉強していけるかなと思います。なのでこんな人の動画が参考になりますよみたいなものがもしあればね、ぜひ教えていただけると助かります。ということで、あと2週間ぐらい今年ありますけれども、風邪ひかないようにね、急に寒くなってきたので皆さんも気をつけてください。で僕自身も今闘病中なので、例えばオートゲリとかにかかると、せっかく増やした体重が全部失われてしまうので、やっぱり風邪予防っていうのはちょっと気をつけていますので、なので皆さんも体調管理気をつけて過ごされるようにしてください。ということで、カズヤのまごでした。ありがとうございます。失礼します。